11月10日から12月2日にかけてインドネシアにて開催されている FIFA U17 ワールドカップ。未来の A 代表を担う各国の若手が出場する今大会は通算9度目の開催となります。最近の日本代表の好調ぶりから U17 日本代表の躍進も期待される今回の大会、今まで見たことのない方たちも視聴する機会があるかもしれません。そこで今回はこれまでの U17 ワールドカップを振り返りながら今大会の展望を見ていきたいと思います。歴史。本大会創設前、年代別の世界大会は20歳以下による FIFA ワールドユース選手権の一つだけでしたが、さらに若い世代の選手に国際経験を積ませる目的で1985年に FIFA U16 世界選手権の名称で16歳以下の選手による大会として第1回大会が開催され、以降2年ごとに開催されています。1991年のイタリア大会から17歳以下に引き上げられ、その後 FIFA 主催の国際大会の名称がワールドカップに統一されたことで現在の名称となっています。記念すべき第1回大会は中国で開催され、ナイジェリアが西ドイツとの決勝を制し初代優勝国となっています。ちなみにナイジェリアは初回優勝を皮切りに通算5度の優勝を誇っており、サッカー王国ブラジルを抑えて U17 ワールドカップでの最多優勝国でもあります。日本代表の成績。日本代表の初出場は1993年の自国開催のタイミングでした。宮本恒靖、松田直樹といったその後フル代表のディフェンダーを担った選手や中田英寿、戸田和幸といった前線の選手が選ばれ、ベスト8の成績でした。 U17 ワールドカップでの日本代表は1993年大会と中村航輔、上田直道、南野匠といったメンバーで臨んだ2011年大会のベスト8が最高成績になっており、1995年から2009年大会まではアジア予選やグループリーグ敗退が続いており、育成年代でもまだまだ世界との差を実感するような成績でした。直近では2017年2019年大会ともにベスト16の成績を収めており、現在の日本代表で主軸を担い海外で活躍する久保建英や菅原由紀成といった選手がここから飛躍していきました。歴代優勝チーム、過去18度の大会の中で9カ国が優勝を成し遂げています。その中でもやはり4度優勝のブラジル、連覇を含む最多5度の優勝のナイジェリアが頭一つ抜けている印象を受けます。次いでガーナ、メキシコが2度の優勝、ソ連、サウジアラビア、フランス、スイス、イングランドが1度の優勝となっており、アジア勢ではサウジアラビアが唯一の優勝国となります。アンダー世代の世界大会の特徴として、A 代表が FIFA ランキングの上位だからといって必ずしもそれがアンダー世代にも共通するわけではないというのが最大の特徴であり、また見る側の面白さになると思います。ヨーロッパの国々よりもアフリカの国々の方が優勝回数が多いことがそれを物語っています。もちろんアンダー世代での活躍がそのまま今後のキャリアの成功につながるわけではないですが、今後フル代表でもアフリカ勢がワールドカップの大舞台で猛威を振るう大会が出てくる可能性も大いに感じる結果だと思います。さまざまな国が優勝している中で歴代最強は2015年、大会初の連覇を達成したナイジェリアではないでしょうか。ビクター・オシムヘンが大会最多となる10ゴールを挙げ、強烈なインパクトを残した大会です。アフリカ特有の圧倒的な身体能力と確かな技術をチーム全員が持ち合わせていた完成度の高いチームで、エースのオシムヘンがしっかりと決めきる攻撃力の高さで各国を蹂躙、優勝を果たしました。大会を彩ってきた有名選手、サッカーに限らずあらゆる分野で早咲き遅咲きがあります。今回は U17 カテゴリー時に大会で活躍し飛躍した各国のスター選手を見ていきたいと思います。1. セスク・ファブレガス。優れたテクニック、思考スピード。2003年フィンランド大会を盛り上げたのがスペイン代表のセスク・ファブレガスです。その後も順調にキャリアを積み上げ、アーセナルやチェルシーのようなプレミアの強豪で輝きを放ち、スペイン代表ではイニエスタらと共に無敵艦隊の一員としてワールドカップやユーロでの優勝など輝かしいキャリアを歩んだ名選手となりました。ニトニ・クロース。落ち着いたプレーや高いサッカー IQ を武器に2007年大会で活躍したトニ・クロース、当時は5得点を挙げるなどチームの中心として活躍しました。現在は言わずと知れたレアル・マドリードの重鎮、
ワールドカップやチャンピオンズリーグなどあらゆるタイトルを獲得。発言で注目を集めることも多いですが、年齢を重ねた今も世界の最前線で戦う選手です。サン・フィル・フォーデン、2017年大会での決勝戦で2ゴールを挙げるなど、イングランド代表の攻撃の中心としてチームを牽引し、初優勝に導きました。23歳にしてマンチェスターシティで中心選手として活躍し、グアルディオラの寵愛を受け、すでに200試合以上に出場しており、プレミアリーグのタイトルにチャンピオンズリーグ制覇と、すでに多くのタイトルを獲得しています。今大会の注目選手、1パリブルンナー。ドイツボルシア・ドルトムントではユースチームでの驚異的なゴール数から、次のユスファムココと呼ばれたブルンナー。夏の U17 ユーロでドイツが優勝した際には、同大会の最優秀選手と得点王に輝いた選手です。今シーズンドルトムントの U19 チームでリーグ戦8試合に出場し、10得点を挙げている17歳のアタッカーは、深い位置からボールを前に運び、一人でゴールまで持ち込める選手で、レロイサネと比較されるプレースタイルでバルセロナからの関心も伝えられています。ニパウクバルシ、スペイン。バルセロナのカンテラ所属のディフェンダーであるパウクバルシ、ポゼッション時のボール扱いに長け、若いながらも読みの鋭さは他の選手とは一線を画しているディフェンダーです。クバルシはエル・クラシコやチャンピオンズリーグを含め、今シーズンすでにトップチームでもベンチ入りしており、その将来が嘱望されている逸材です。サン・マルク・ギュー、 U17 ユーロにてラミン・ヤマルと共に得点王を獲得した攻撃的ミッドフィルダー。10月に行われたアトレティッククルブ戦では、バルサでの初タッチで後半ロスタイムに決勝点をマーク。世界にその存在をアピールした。インスタグラムのフォロワー数が一夜で激増したことでも話題になりました。前日の U17 ユーロでも4度ネットを揺らすなど、得点感覚も魅力の選手です。4エステバオ・ウィリアン、ブラジル。母国ブラジルではメッシーニョと呼ばれるほどの才能を持つエステバオ。パルメイラスのチームメイトであるエンドリッキに続き、近い将来ヨーロッパに移籍するために巨額の契約を結ぶと見られている選手で、現在はバルセロナが獲得のポールポジションに立っているとも言われています。アマラ・ディウフ、セネガル。ここからはグループリーグで日本代表と対戦する選手をご紹介します。激戦のアフリカ予選を勝ち抜き、優勝候補の一つにも挙げられているセネガル代表のディウフは、今大会で最も若い選手の一人であり、5月の U17 アフリカネーションズカップでセネガルを初優勝に導き、オシムヘンの大会最多得点記録を上回る5ゴールを挙げて、ゴールデンブーツを獲得した得点力が脅威の選手です。サディオマネ、イスマイラサール、パプ・マタル・サールらを育てた有名なジェネレーションフットのアカデミーで技術を学んだ後、すでに A 代表デビューも果たしている逸材で、レアル・マドリードやマンチェスター・シティなど多くのメガクラブが関心を寄せています。クラウディオ・エチェベリ、アルゼンチン。5月の U17 南米選手権で攻撃的ミッドフィルダーのポジションから5ゴールを挙げ、得点王に輝いた選手です。左サイドからのプレーも可能なエチェベリは、現在母国の名門リーベルプレートのトップチームでプレーし、リオネル・メッシにもなぞらえられるほど高い評価を得ています。レアル・マドリードもエチェベリの動向を探っていると言われている逸材です。名和田学、日本にも各国の才能に負けず劣らずの逸材がいます。先日イギリスメディアガーディアンが選ぶサッカー界最高の若き才能60人にも選ばれた神村学園に所属する名和田学です。2023年 U17 アジアカップで韓国を破った決勝戦で2ゴール、日本を優勝に導くとともに最優秀選手賞と得点王の両方を獲得し、名実ともに大会の主役となる活躍を披露しました。フリーキックとロングレンジからのシュートを得意としており、ゴールを演出するだけではなく、ディフェンダーを出し抜いて積極的に得点を奪いに行くプレーも魅力の選手です。2023大会日本代表の展望。今大会の日本代表はアジア大会の成績などが考慮され、ポット1に振り分けられましたが、グループリーグから強豪揃い。 A 代表が世界一に輝いたアルゼンチン、15歳のストライカーディウフ率いるセネガル、レバンドフスキ世代以上の豊作と言われているポーランドと難敵揃いのグループとなっています。前回大会のベスト16、過去最高のベスト8超えとなるベスト4進出を果たせるのかどうか。攻撃陣は名和田をはじめタレントが揃っている中で、
各国の強力な攻撃陣をどう防ぐか、チームとしての守備の意識が重要になってくると思います。ぜひグループリーグ突破、ベスト4進出を成し遂げて、どんどん A 代表に食い込んでいってほしいですね。今回は U17 ワールドカップについてまとめました。今後もサッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。